川上村ってどんなとこ？この動画では小学生の自然体験学習のモデルコースを紹介します。まず体験するのはアマゴ釣りです。ここ中井渓谷自然塾では渓流釣りやつかみ取り、そしてバーベキューを楽しむことができます。森と水の源流館では、源流の森シアターや展示品を見て、川上村の自然や生き物のことを知ることができます。川上村の特産品である柿の葉寿司作りの体験もできます。押し寿司なので簡単に作ることができます。柿の葉寿司は各お店や道の駅で買うことができます。ハッシュタグ川上村ってどんなとこをつけてインスタグラムに投稿して川上村の魅力を広めてみませんか？皆さんの投稿お待ちしております。